こんにちは、ごまおです。本日はお金を貯めるためのコツについて解説していきたいと思います。無駄な節約していませんか？この動画を閲覧するメリットです。効率の良い節約の考え方がわかります。固定費を見直す必要性がわかります。節約の目的は資産を増やすことということがわかります。簡単にごまおの経歴です。うつ病で1年間休職していました。その期間、傷病手当金だけで生活していましたが、毎月赤字でした。これを機に、かなり節約に励みまくるという日々を送りました。実体験に基づいた節約の方法をブログで発信しています。ブログでは、休職方法や副収入の獲得方法なども合わせて解説しています。それでは、いきましょう。その節約効率悪くない？という話ですけれども、こんなことをして節約していませんか？例えば、電気をこまめに消す。安さを求めて遠くのスーパーで買い物する。1円単位で家計簿をつける。これらの行動を起こすこと自体はとても素晴らしいことなんですけれども、いかんせんコスパが悪いと思います。電気をこまめに消すことで、果たして毎月いくらのお金が節約できるのでしょうか。わざわざ遠くのスーパーまで行って、1円単位のお金を節約することに、どれほどの意味があるのでしょうか。家計簿も、ざっくりとした支出が分かればいいわけですから、1円単位まで細かくつける必要ってあるのでしょうか。これらの節約は実は効率が悪いのです。1円、10円単位の節約はコスパが悪い。どうせ節約するんでしたら、1000円単位の節約を意識しましょう。具体的には、まずは固定費を見直そう。節約の第一歩は固定費を見直すことからです。具体的に何を見直せばいいのでしょうか。それは生命保険、携帯電話の料金、そして最後飲み会を減らす。とりあえずこちらの3つから始めてみましょう。生命保険は、会社に新人として入社した時に、なんか保険のおばちゃんかなんかに加入されて、なんとなく入ってしまったものに、そのまま加入し続けていませんでしょうか。基本的に独身の方に生命保険は必要ありません。必要なのは、結婚して子供が小さいうちとかですね。今自分がもし死んでしまったら困る人がいる、そういう人に必要なのが生命保険ですね。月に1万とか2万とか、もしかして払っているかもしれません。そのお金本当に必要なのかどうか、もう一度見直してみましょう。次に携帯電話の料金です。今は格安 SIM カードを使った方法などがありますので、非常に安い金額で携帯電話を使うことができます。5万を月々の携帯電話料金は1000円ほどに済ましてあります。各種キャリアなどを使うと、月額8000円とかかかる場合もありますので、それを考えると、ごまおもは毎月7000円ぐらい節約できているのかなと思います。ぜひ携帯電話料金は見直してみましょう。最後に飲み会ですね。飲み会を固定費と、見なすのはどうなのかというふうに思われるかもしれませんが、こちらは、ほとんど毎月行くという方が多いのではないでしょうか。会社の付き合いとかもありますし、プライベートでも友人と一緒に行きたいという気持ちはあると思いますが、飲み会もコスパが悪い行動の一つだと思います。特にお店に行く飲み会ですね。宅飲みとかでしたら、かなり安く済むと思いますので、飲み会自体が好きな方は、なるべく宅飲みにするとか、
全然お酒を飲まずにですね、美味しいものを食べるだけとかにするとか、それだけでも十分に節約の効果はあると思います。飲み会、月に2、3回行ったら、1回4、5000円かかるわけですから、それを完全になくせば1万5000円とか節約できますし、その宅飲みにすればもうちょっと全然1万円以下とかで済むかもしれないですもんね。そんな感じで、ここら辺で挙げた、固定費の見直しというのを行えば、もう数千円単位でのお金を節約することができるということで、非常にコスパが高い節約の方法になります。次に、節約自体を目的とするなという話ですけれども、今ご紹介した節約の方法ありましたけれども、この節約はあくまで手段であります。節約して浮いたお金を投資に回して資産を増やすということをぜひしてほしいと思います。節約の目的は資産を増やすことであるということを肝に銘じておきましょう。貯蓄や投資が必要なのは理解したけど、分かっちゃいるけどなかなかできない、そんな方も多いと思います。ぶっちゃけこういう方が多いっていうのは、意味はわかるけど、実際に何をして、投資まで持っていけばいいのかっていうのがよくわからないということなんだと思います。で、これはなかなか全部自分で判断して決めるっていうのは難しいので、これを解決するには仕組みを作ればいいという結論になります。で、そこでご紹介したい仕組み作りがありまして、この楽天経済圏ということを、ところをお勧めしています。楽天経済圏というのは、楽天という名前を冠するサービスの総称で、基本的にこの楽天スーパーポイントっていうポイントがあるんですけども、それを使って、そのポイントをいっぱい貯めて、そのポイントで、投資信託を買って資産を運用しようということですね。この楽天経済圏のいいところは、ネットショップである楽天市場とかで、楽天カードとかクレジットカードを使って買い物すると、たくさんの楽天スーパーポイントを貯めることができます。どうせ同じ買い物をするんでしたら、こういうポイントがたくさん貯まるところを使って、ポイントをより多く得るような買い物をすればいいというわけですね。で、そこで、ポイントがたくさん貯まるということは、それだけ節約できているということです。その節約してできたポイントで、その楽天証券というサービスを使うと、そのポイントで投資信託が買えるということになります。ほとんどタダで得られたようなポイントで、投資信託を買うわけですから、仮にその投資信託の値段が下がったとしても、痛くも痒くもないわけで、かなりその資産運用を始めるというハードルが下がると思います。これを、楽天経済圏を利用するということをぜひお勧めしています。この楽天経済圏についての詳しい内容は、ごまのブログにも詳しく記載してあります。この動画の詳細欄に URL を貼り付けておきますので、そちらもぜひご覧ください。そのような、ブログをごまを書いています。他にも電子書籍も出版しています。こちらもご参照ください。それでは。